皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲコちゃんですだということで、昨日はね、ちょっとテンションが低めのパブロンだったんだけど、今日はね、まあ、実は体調は昨日悪かったんですよね。今日は万全、はい、ということで、もうすでに昨日の時点でベスキングレベル30の動画は YouTube 上に非常にいっぱいあると思うんですけれども、ギコちゃんもね、例によって後を追っかけていきたいと思います。そう、今回ギコちゃんね、レベル29まではフルオートバトル、オートベローでクリアできたんで、今回もいけるんじゃないかなって思ってる。30はね、ダークスライムのがやばくなかった？ダークスライムもゴリ押しなんかすればなんかね、できるらしいけど、ベスキングの方はどうだ、ベスキングの方はどうなんだ。じゃ早速ちょっとやってみようかと。来たな、このデブめ、このデブめ。さあ、ドラゴローのレベル7ですね。うん、レベル9はまだできてない。うん、で左からパラディン、パラディン、レンジャー、魔法戦士、装備に関しては一番左は聖純騎士、B に関しては悟りの装備、 A は、見た目これなんだけどもカンタタ装備で、 C が、見た目こんな風なんだけどもラーミア装備でございます。こっから フルオートでやっていくよ。じゃあ、うん、たまにフルオート解除するかもしれない。これなんでかっていうと、HP がどれぐらい減ったのかってちょっと確認したいだけです。敵の HP の色を確認するためにオートバトルを解除ってボタンを押すかもしれないけど、押さないかもしれない。じゃあ行ってみよう。オートベロ止めろよ。まずここで古文止めろ。止めないんかい、止めないんかい。どっちかが引っかかってくんないとさね、一気にピンチになるからな。これホーリークラッシュ、もうベギラゴンね、ベギラゴン、ベギラゴン、守りの踊りか。で左にも同じことしてるんだろ、ベギラゴンね。たまにベギラマしてるよね。連続体当たり、危ねえ。あれ狂っちゃって、あれ狂っちゃって、カシャンしてカシャン、こい、よし。一個ね、カシャンするだけで全然違うのよ。むしろ、むしろ何もむしってないけど、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、全然いけ、全然余裕のよっちゃん、よっちゃんいいか、あらよっちゃんの続けいかだよこれ。やばい、右カシャン、おお、神神ムーブ、おお、ホーリークラッシュ、よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、わっこい。ベギラマね、ありがとうございます、いただきます、いただきます。もっと燃やしてくれてもええんやで。イオナズン、これさ、ベスキングのさってなるともうさ、手巻きさんが辛いもの食った時に本当に食うやん。うん、さあここで状態異常の嵐よ。ああ、めっちゃ跳ねんじゃん、いててて、これベホイミしちゃいそうだな。あ、え、あ、カシャン、え、しない、やばい、あ、癒しの波動よかった、癒しの波動ありがとう、 Thank you。 連続体当たり意外とえぐいな。30、ちょい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 、意外とえぐいじゃん、全部 B にやってくんじゃん、全部 B にやるじゃん、怖い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 、集中砲火、カシャン、カシャンしないの、まさか、朽ち果てる俺。ベホイミやめてくんない、ベホイミからの癒しの波動ね。まあまあ、うん、ちょっと連続体当たりがおえぐいって、いやそれ、よし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 よよよよ、うん、同じ攻撃してくんな、やべ、攻撃できない、攻撃できない、カシャンしろ、カシャン、ここカシャンしないと終わる、両方カシャン、あ、なんでお前ベホイミしたの、そこ多分倒せたよね、今完全に散らかしてるよねそれ、守りの踊りね。オッケー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 、まるオッケー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 、まる、いける、癒しの波動、まあ一旦はこれで、一旦これでちょっと伸び伸びしていく。お、一人も死なない、一人も死なないの、激アツプンプン丸じゃない、いいんじゃない、おお、レベル30いった、おっしゃー、よし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 、ほらベスキングレベル30、食いしん坊参上、
食いしん坊参上っていうフレーム欲しい人あんまいなさそうだけど、まあいいかしょうがないな。倒したー。はい、装備、心はこんな感じ。まあ、装備はさっき言った通りだね。左から順番に清純騎士、悟り、神田田、ラーミア。うん、結構攻撃を利用したけど、まあぶっちゃけこれ俺はちょっとね、なんて言うんだろう、もうちょっと考えれば回復いらないまであるかもしれないね。あ、ただそれはレンジャー次第なのかもしれないね、フルオートでやるんだったら。さあ続きまして、心はギコちゃんはキラーマシン、アームライオン、ダークスライム、トゲコンボ。何そんなつけてんだよ。そっか、レベル足りねえんだ。レベル足りねえからトゲコンボつけてたわ。ひでえなそれ。で、イオ属性だね、2つは。イオ属性プラス7、プラス7。で、2人目が、悪魔神官、バラモス、シルバーデビル、ドラゴスライム。シルバーデビルとドラゴスライムはちょっとね、色は合ってないんだけども、まあちょっと回復に特化させたパラディンって感じだね。で、癒し2枚つけてる感じ。MP プラス40、スキル、HP10 回復。10代の 10%。これも 10%。20% 盛りプラス MP プラス40か。さあ、そして3人目が、カンダタ、ダクキン、キンスラ、エビプリ。ジバリア S2 つだね。左側がジバリアダメージプラス 10% と力プラス20。うん、で右側がちょっと微妙なんだけど、ジバリア、ダメージプラス 10% に怪人系のダメージ怪人いないんだよ、ある意味怪人なんだけど。あれで4人目が、まあ魔法戦士の賢者仕様だよね。うん、イオ属性ダメージプラス 10%、 スライムへの 6%、もう一つが、イオダメージプラス 7% に攻撃魔力プラス 10%。 まあ強いよね。だからこれ左側 S にできたらもっと強いんだろうなと思うんだけども、まあこんな感じかね。うーん、じゃあそんなわけで、今最近ちょっと気づいたんですけども、私ね、実は聖女のコンテ、これあるじゃないですか、聖女のコンテ回復魔力が今までよりも確か10ぐらい高いんだよ。ってことは史上最大の回復力を誇る可能性はあるよね。うん、まあでもちょっと狙いたいのはこっちじゃなくて、うん、青春騎士の方にしとくか。うん、これ30連ぐらいして終わりにしよっかね。いや、ピックアップまで引いてやめるにしよっか。ペカリ散らかさない、変わらないよね、青春騎士ね、変わんねえや。もう変わらないんだったら、二人なんだ、なんないんだったらやめてくれよそれ。さあ星5装備確定、ちょうだいちょうだい。おお、ペカってる、ペカってるってことは2箱以上確定してくれてもいいんだよ。あ、1箱だよね、保証分だよね。さあ続きましては、お、虹見えてるし、初っ端から丸見えだし、これはあるあるくんだよ。マジで3箱 ?3 箱はなかなかないぞ。おお！カブとか全然いい。パラディンさ、防御力高えからさ、ワンチャンプラス25にしたらもう1100とかいくんじゃねえかなと思ってんだけど、どうだろう。防御力ね。2箱あっち！嘘やん！ゴンちゃん後ろで横になってる。これマジで言ってる？マジかよ！ペカる。ペカらないか。それは甘かける竜のひらめきか。ええー、一箱！ありがとう！だからさ、あのね、もう言わなくても分かるね、みんなね、俺言いたいこと絶対分かるでしょ、もう。さあピックアップ確定、ラスト。でも最初から虹見えてるし、あれ以外が虹になってくれたら神、最後だからちょっと見ていこうか。バカ野郎、あれが、いやいや、もうスキップしよう、もうスキップいいよ、青春騎士の歌、次爆死したらやめるやつ。何これ、終わった、終わったかな、いきなり終わったかな。あ、あー2個、終わんないよ、戦いが続くよ。卵焼き2個いらねえ。まあでもいっか、2個目のプラス25ってか、卵焼き意外とね、王者の盾は耐性がスライム耐性、結構このドラゴンクエスト、ドラゴンとスライムが多いから敵としては。
まだ出んな。だから意外と卵焼きいいのよ。外科のヘルムはいらねえな。めちゃくちゃいらない。ペカらない、ペカらないのよ。さっきから当たってんだよ。なんなのあれ、なんで。いいよ、もう爆死して。よし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 よーし、よしよしよし、よくないけどね。